危なかった、俺。もう役3職番4を番選ランびくテージすだるとこさい。だったもん、さっき。あ選れ、さっ択き肢4番ながら明らかに変なこと言ってっから。余っている役う職ん。が9番ランスダロームってに変なこと振り言ってっ分けから。られます。3あ番なもた死んので置い役てくってわ職けはのわかんないこと言ってっから。村人釣ったんだけでど。す。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ところで騎士はどこ守りだったんだろう。俺か9番だよね。まあいいよ、騎士に1000番ないでしょ、9守りしてでも。ああまあいいでしょ、あの場面俺守るべきじゃないから、プロセス上は合ってるよ。うん、か悔しいけどプロセス上は合ってるよ。うん、俺だって大神は自爆してるのに、俺ってもうただの人だからね。まあ霊能を持っているだけの人だからね。価値ないからね、俺自身には。昨夜は誰も死にません。しょうがねえだろ。発言ターン7番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、今日はとりあえず村を残してね、狼釣りたいですね。 SG1 の村人を残して白狼釣りたいですね。あ、難しく考えないで、村をなんとか残して狼釣りたいなっていう願いですね。まあ実現したいなっていう願望ですね。まあ実際やりますけど、頑張って努力して、とりあえず変な動きやめましょうね。対抗出たのに対抗が出た、あ、対抗で出ないとか、2日目3日目に潜伏して出るとか、いや死取れないでしょっていう。初日は潜伏はいくらでもしてください、普通なんで。あとは何でしょうね、白くもないのに突然1周目ないし2周目にね、あ、ま、アーマーする人、いや守られないでしょそんな人って思ったりするんでね。あとスラする人、もう迷惑ですね、もう迷惑の行為第1位ですね。柱発言する人、とりあえずもう変な行為やめましょうよ。うん、で分かりやすい字の札して頑張って勝ちましょうよ。8番のプレイヤーが発言します。まあ七番さんがその位置で2周目精査伸ばせるかっていうのは疑問ですけど、まあ極力変な動きせずに分かりやすいことで勝ちましょうよって言ってるってことは、まあ2周目にね、あの二郎一強陣一をしっかり、もしくは怪しい一釣り対一っていうのをしっかり述べてほしいかなと思いますけど、あ、逆精査嫌いなんで、占い師についてもなんか発言伸びてないから狼ないとか、そういう精査はしないんで、占い師はしっかりとね、グレー精査と、まあ、対抗を強靭で見るか狼で見るかぐらいで、まあ、基本人気局って狼で出ている前提で交差するんで、ライン精査とか単体での怪しい要素とか拾ってもらえれば、まあ、占い審議はそこでつけたいかなと思いますけど、仮に陣外の方が精査頑張ってたら、そこを審で見てしまうのは仕方ないと思うし、まあ、初日だけですよ。4打は3陣外、初日だけ村釣れるのは。だから、そこに黒出されたら釣っちゃうなっていう位置は、もし強靭か村であっても釣らないといけないと。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。占い師です。3番さん、白です。3番さん、白です。把握してください。まあ、7番さんに関しては、すごいシンプルな進行論を言っていたなと思っていて、2周目のグレース系で、7番さん精査していきたいなと思っているけれども、普通な感じですね。ただ、8番さんに関しては、初日だったら村を釣れるから SG を釣ってしまった方がいいっていう発言が、若干そこだけ引っかかりましたが、まあ、7番さんに対して、まあ、釣り位置、狼道上げてくださいという圧掛けとか、あと、占い師に対して私、ね、占い師なんですけども、対抗を強靭で見るか、狼で見るかの精査をしてくださいというところ、盤面とか発言は普通に、まあ、しっかりしていたなっていうくらいですかね。はい。で、まあ、どんなところでも、私は役は出てほしいですね。フルオープンで、役きちっと出てくれれば、黒を見つける確率が高くなってくるので、どんな盤面でも出てほしいですね。まあ、2-2 とかだったら、騎士は、まあ、一応潜伏はしてほしいけど、でも、うん、出ても構わないと思ってる派ですね。はい。1番のプレイヤーが発言します。理由はないんですけど、9番さん偽かなって思ってます。2周目はこんな精査やりますけど、なんか、頑張って芯取ろう。みんな私のこと信じてっていう、なんやろ。あ、プツプツ。え、分かった。じゃあ次、頑張って使います。ゆっくり喋りますね。なんか9番さん偽っぽいなって思ってて、あと9番さんが8番さんにすっごくすごく触れたがってるような感じが98ローローなのかなっていうふうにちょっと思ってます。1周目はちゃんと内容で精査します。だけど、まあ
私の予感は9番にぶつかっているということだけお伝えします。はい、端末変えます。2番のプレイヤーが発言します。お願いします。自分が真の占い師です。6番に何の道を刺さってますか。お願いしますって太鼓で出てる9番っていうのは人間なんですけど、まあ、現状、まあ、ローで出てるのか強で出てるのかっていうのが、まあ、発言から分かんないかなっていう感じですかね。で、直近の1番線が、その9番さんをなんかパッション的に似せて、それは合ってるんだけど、それを言語化してくれないと、1番のその9番に対しての言い方っていうのが、ライン切りなのか、本当にそう思っただけなのかっていうのがすごい分からないから、理由がないのはちょっと、どうなんかなって思うけど、まあ、9がローで、9が強ではなくてローで、91ローロだった場合って、なんかちょっとやりすぎなのかなっていうのもあるから、まあ、1番自体2周目かな、ちょっとだけちょっとそのフィーリングみたいなのはやめてほしいかなっていうふうに思ったから。んで、まあ、9番っていうのは結構8番に対していい印象っていうふうに言っていたから、9の8の振り方っていうのは相方に対する振り方のようには感じなかったかなっていうのもあるから。うん。まあ、7、8、あれはちょっと、白崎の3番、4番聞いていかないと。3番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営で使用特にありません。7番さんから触れていくと、変な動きはやめろっていうことで、うん、別に人狼でも村でも言えるようなことだったんで2周目で、8番さんに関しては、SG1 を釣りたいで、8番さんの口から、自分も、8番さんと思う同じように思うことが一言出てきたのは良かったなと思って、その逆精査をしないって言って、例えば発言が弱い占い師だから狼はないとかっていうけど、逆に二郎って俺の考え方だけど狼は上手い人が潜伏して下手な人が役に出るっていうことが多いから、それに関しては8番さんと当てはまる部分はあったなと思って、で9番さんと2番さんなんだけど、9番さんあって心境かなと思ってます。対抗が出てきた時の精査って先に行っちゃったところもあるし、役を出したい動き、2番さんに関しては、あ、2周目います。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、ですね、村人陣営、占い師です。ランダムで、2番さん白出てます。で2番さんに白が出てます。ですね、ちょっと短く話をするとですね、789123、これは今のところ、白黒つかないですね。今のところまだこう色が見えないというか、まあ 2周目以降ちょっとしていこうと思いますけども、まあ自分がその芯なんでね、まあ対抗に関して言えばもう人狼もしくは狂人どっちかしかないので、まあそうですね、まあこれからもまあ対抗出てくると思いますけども、2周目以降ちょっと語っていこうと思います。以上です。5番のプレイヤーが発言します。5番です。1周目よろしくお願いします。村人陣営です。今日4釣りから入ります。4番が2白見えてて、人狼か狂人かわからないという精査が全く意味がわからんから4から釣ります。グレーから、グレーの位置で怪しいと思ってるのは8番7番かなと思ってる。7番に関しては、SG1 の村人を残して白狼釣りたいってことは白いとこを釣りたいってことやから、8番って逆考察嫌いなんだったらそこに1番引っかかるんじゃないかなと思ってますね。でもそれで評価も、不評価もしずに、7番のことを置いてるのは俺8番臭いかなって思ってますかね。はい、逆考察しないって言ってる人間が7番ってほぼほぼ印象悪く、初日も釣りたいぐらいまでは絶対伸びると思ってるから、俺は8番の精査がめっちゃ違和感でしかないかなって思ってますかね、現段階。そうですね、今日は4番の新切りでいきたいかなって思ってます。2番9番に関してはまだ分かんないですね。はい、まだ9番に関しても、フルオープンにしたいっていうことだけやんって思ってるから。以上です。6番のプレイヤーが発言します。お願いします。レノーです。5は村弾いていいかなと思ってますね。4への指摘がすごい素晴らしかったと思ってますね。まあ4番さんが死んだ、まあ4番さんが仮に死んだった場合、死んっていうか、まあ4番、4号がつながってたとしてもあの発言になるとは思ってるけど、やっぱり5番の4への指摘ってやっぱり他人関係かなと思ったから、5は村だなと思ってるね。うん、だから今日は4釣りからでいいんじゃないでしょうかと僕は思ってます。で、1番に関してその急に対する違和感っていうのがあったんですけども、あんまり91ではやらないかなと思ってますね。
でも、いや、逆に一番が狼なのかってなった時に、9が芯がある中、あんまりそういう星座がないと思ってるから、1も弾けるかなと思って。今の現状、1と5は弾いてるかな、俺は村で。っていう感じ。ナーバーもなんとなく白っぽいなと思ってますね。だから8か3にラストウルフいるんじゃないかなと思ってます、現状。はい。そのところまで星座残しておきます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。9番の占い先だけが分からなくて、占い師ってのは分かるんだけど、初め聞いてなくてね、2番が6、4番が2は分かるけど、4番、あ、3白ね。3白か。はいはいはい。3、3、8吉？うん。あのさ、もう、めんどくせえ、あれとかやめてね、もう、3、4、5でグレーズリとかもう、出なくてよかったと思うよ、これ。4番って2番と9番の精査が分かんないって言ったの？完璧には聞いてなかったけど、5番と6番がそう聞いてんならそう言っちゃったの？死んでやらかした人なんだろうか。2と9ってパッと見、9番ってなんか人外じゃねえって思われてる中で、ローの可能性が強人、どういうことこれ。4番がなんで、2番の方に白つけんの？人外で。あって話なんだけど。結局、9番が、3番囲っててやるわけねえよな。ローでやるわけねえよな。4、3でやるわけないし。どういうことなの？そんなに2番の方が変だったの？ 9 番と2番比べて。俺9番死んじゃねえと思って打ったってことなの？俺はもう大きな間違いだと思うけどな。まあおそらく、いい間違いとかの分類な気がするけど、まあ村が決めたら過酷な戦いになると思うわ、これ。4番死んで、9番ローとかあるかもしんないけど、まあ流れは止められないんでしょう、おそらく。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、今日、5番釣ります。4番の、新切り進行で、グレー詰め5番釣ります。5番ブラでも精査できないやったらいらんから。7番ってそもそも白露釣るなんか言ったかもしれんけど、スムラを残して、村を残して、人狼を釣ろうという発言何回も残してるから、8番に対する精査で7番が釣れへんかったら8番が怪しいってどういう精査なの？かつ6番に関しては5番が4番と他人って言ってたけど、4番強人で5番をかめたらどうすんの？わけわからん精査、霊能がしてるから、多分俺かまれると思うけど、6番あっても語れんと思うから、100% 5番釣れねん。5番投票できないやつ、人外としてみるから。5番が仮に白やとしても、村残ってて勝たないと思ってるから。その場合、7、3の精査でいいかもしれないし、かつ6番霊能視点で、1番白起してたけど、9、1ローローだって全然あんねんけど。1番って9番の触れ方で9、8ローロー見えるって言ったけど、あなたのフィーリング精査で9番偽っていう発言で、9、1ローロー見えんねんけど。だから2番が追ってた9、1ローローの視点がいいかなと思ってるから、現状2番シーンの、まあ、9、1ローローの可能性も発言的にあるかなと思ったし、7番、3番って全く色見えへんけど、とりあえず 5番がいらんから5番釣るわ。5番が村でも、折っても勝てないんで、5番自投票してください。小釣りで4番新進行。で、どうしよう。2番と9番は、2番は1番占って、9番が狼軸で1番あるし、9番は、まあ、好きなとこ、7、3色つけたらいいよ。で、5番の結果だけ6番残して、もう発言せずに死んでいったらいいかなと。以上、100% 5番釣りです。9番のプレイヤーが発言します。4番のシーンを決めるんですか、8番さんって思ってますけど、ね、4番っていうのはこれからも対抗出てくるって言うんでしょ。占い師が対抗で2枚出てるのにもかかわらず、これからも対抗出てきて対抗に対してわからないって言ってるんですよね。あなたって2白を持ってるんだったら私が確実に狼だから気をつってくださいって言わなきゃならない盤面なのにもかかわらず、これからもまだ対抗が出るってことは誰かがスラするっていうことだったんですかね。4番さんの発言に対して8番でシーンを置くんですか。であれば村負けでいいかなと思ってますよ。1番さんって2番スで私が偽だって言ってるけど、一生懸命芯を取りに来てるって言ってるけれど、あなたかなり不当だなと思っていて、なんだろう。1番さんがもし村であったら、もう少し考えを変えた方がいいかなって普通に思いましたよ。っていうか、芯取れないと村って負けるんですよ。あなた何者なんですかって思ってますけどね。一応、発言的に4番が強人で2番が狼かなっていうふうに思ってますね。だからこの盤面2番つって黒が出たら4番の旗が一発で見えるんだけれどもって私は思っていますけども、騎士が5番を釣りたいのであれば、まあ、ただグレーつってもし白が出た場合ね、結構村って危険な状態になりますよ。
4番新進行で行くんだったら、8番さんあなた噛まれて明日以降の精査って誰に求めるんですかね。6番守るんですか、それとも占い守って4番守ります。そこまで精査落としてください8番さんと思ってますけどね。霊能が最終的に指定してください。私5番釣りであれば5番でも構いませんが、それだともう占いところが7番しかないんですよ。1番か7番のどちらかを占うべきなんでしょうけども、霊能の時点で精査してください。私死んです。1番のプレイヤーが発言します。1番が村であれば考え改めてほしいっていうふうに言って、結構1番のことを不当だっていうふうに言ってるのに5を釣っていい。で占い1は7、1と7で7の方を先に言って7を強く占いたいって言いましたよね。1番の村を知ってる人間かなって思いました。9番さんはね、1周目は雰囲気でやったけど、2周目はちゃんと発言で精査するって言ってるから、9番さんやっぱ過剰に反応されてるから人外なんじゃないかなって思いますね。5番さんの言う通り4番は人外だと思いました。4番は4番が真だったら、9番っていう人外が出てきました。2番っていう自分の城先から占い師が出ました。あ、2番狂人9番狼なんだっていう風な思考に絶対なるから、その思考にならずもう一人占い師出るのかなっていう4番は絶対真じゃないので4から行きましょう。8番さんは5番さんのことをすごくもう釣ってやるって言ってるけど、まあ8して5が鬱陶しいのはわかるけど、5番さんの言ってること何もあんまりおかしくなかったと思いますよ。まあ、ただ8の言う通り5番はちょっとなんだろう、その優しくないっていうか、優しい精査をしてあげてないなと思うから、8番の気持ちはわかるが5番の言ってることはほとんどが正しいことだと思いました。上で一番怪しいところで言えば7ですかね。あ、そうです、9番狼4番狂人があるんじゃないのかっていう風な精査をしてて、過酷っていう風に言ってたが、それやったら情報取りで9釣ればいいやんと思ったので、なんか占い師の2番のプレイヤーが発言します。2周目お願いしますということで、まあ3周なんで自分ちょっと発言的に4番さんがもうそもそもなんかやる気ない感じがもうめちゃめちゃ強人っぽいかなっていうふうに思っていて、だからこそ今日は9番さん一押し、村目線もその何、まあ、4番の新規っていうのは分かってくれると思っているけど、まあ情報釣りっていうか、別に9番でさ黒が出たらさ、まあどう、まあ自分目線万歳万歳なんだけど、まあ白が出たら4番の旗になるわけじゃん。まあいいわ、もう4球釣り切ってくれたら別にいいけど。で、まあ9番さんにクローズっていうか、まあそもそもさ、騎士の8番さんに対してめちゃめちゃ言っている9番さん目線って1番さんに対して1周目不当な殴りを得たと思っているんだったら、9番さん目線ってめちゃめちゃ位置が怪しくなると思っているにもかかわらず、1番の白助けしているような発言でしょ。で、新たな目線って4強で2ローっていう目線を落とすならば、まず2番を釣るって言えると思ってるんだけど、9番さんにして疑問を持っていない5番さんに対して別に釣ってもいいけどって、まず信用ない人の発言じゃないっていうのを分かってくれてると思う。で、4番さんに関しても、まずそもそも2城持ってるんだったら、もう9から行くっていう発言がないとおかしいから、4番の2世っていうのはもちろん分かってくれてると思ってるから、まあ、でも4釣ってもなんか白出る気がするんだけどね。うん。感じかな。グレーに関しては、まあ、自分が9番さんがローで見えてるから、そう1番さんっていうのはめちゃめちゃ9、1でやってるようには見えないから、1番さんの9の指摘っていうのがめちゃめちゃまっとらっと思っていたら、1番はじけて、はじいていいと思っていて、5番さんに関しては確かに4番さんに対して、まあ、生徒のこと言っていたんだけど、4番さん強で置いた場合って、9の相方だったら全然4のこと取れると思ってるから、5番まで聞いてないと。できる気じゃなかったけど、まあ、8番さん、C で一番してんだからさ、ちょっと5番さんを釣るのはやめようこの子は。9番さん釣っている見ていいんじゃない？できるキッズだよ。俺変だなと思ったのが7番と1番。5番さんに関しては4の発言を勝率高いと思うよ。7番の発言を拾ってない云々じゃなくて、8番さん自身がしっかり占いの逆精査をしないって言ってんだから、9、2、4の発言聞いて、別に5番さんって今日釣る必要ないし、5番さんは俺は知らねえから、もうこの村負けると思うで。で、9番か2番に芯がいればいいんだけど、2番芯の7番狂人あるよね。俺4番芯とかあるような気がするけど、9番さん視点でさ、5番さんを詰めるって良くないんじゃない？だって5番さんって4を詰めたいって言ってるんだから、占いで4進切り進行から行くって言ってるんだからさ、俺4の進ありそうな気がするけど、9番2番にどうせ勝てねえだろうが、おかしいなと思ったし、7番3視点でも
9番のシーンを追って、あの4の発言で、なんか残念なシーンありそうなんだけどね、4シーンあるんじゃないかみたいなのが謎だったし、一番さんの言う通り9番を詰めればその時はいいと思ってるから、で一番さんのおかしいところは7番さんが言ってないことを挙げてるのもおかしいなと思ってますね。これ4のシーンもあるならなおさら出ないでほしいんだよな。一番今のところ相方は見えないと思ってるから。どうせ多分5番、6番の5番1だから、うちの意見多分無視されるんだよ。無駄なんだよ。あるかなってちょっと思ってるから。必死で潜伏してくれてた方が助かるんだよな。なんだろう。まあ、ただ4のシーンも追うんだったら、今日は普通に急釣りだと思うけど。4番のプレイヤーが発言します。ですね、ちょっと。5番さんね、なんで僕にヘイト向けてんのかちょっとわからないけども、なんか怪しい発言しましたか、自分。俺的な話をすれば、ちょっと正直5番、3番さんちょっと怪しいかなと思いますね。ヘイトを向けられるような発言はしていないと思うんですよね、自分自身も。それで自分に噛みついてくるっていうのは、5番さん、3番さんちょっと怪しいかなっていうふうに僕は思いますね。今日は僕、5釣りでいいと思いますよ。5釣りか、3釣りでいいと思います。これ、どっちかもう、ロー確定でしょう。俺は今日はちょっと5番さんから釣りますね。ああ、もう時間ないみたいなので。もうさ、もう4番さ。5釣りでお願いします。もうさ、マジで言ってんの？プレイヤーが発言します。はい、5番です。2周目よろしくお願いします。4釣り変わりません。4釣りします。4番して、4番がそもそも俺になってるのが不当やと思ってて、暗号なんか4番ってだって2白持ってるんでしょ。じゃあ、あなた目線って狂人と狼って分かってるんですよ。2狂人、9狼って分かってるんじゃないですか。だから視点追いつけてないのよ。9しかないだろ、4視点。だから芯ないのよって言ってんのよ。で、2番に関して気になったのは、4番つっても白結果、強靭じゃないか。芯取れねえじゃん。4級の内訳が、すごく分かってんのか。9、3なのか、9、5なのかって言わないとダメだろうし。すごい視点してるし、まあ、9番に関しては、もうしょうがないんじゃない？ 4番が死んならばもう。何してんって言ってんの？マジで。で、8番に関してはマジ考察できんとか言われたけど、そもそもこれプレイヤースキルの差が出てるだけやから、8番勉強した方がいいよ。だって7番って村が釣りたい、村を置いて人狼釣りたいなんて言ってないから。SG1 の村人を残して白狼を釣りたい。どういう意味か分かりますか？だからおかしいところを、村人、ケアをして、白狼、白いところを釣りたいって言ってるんですよ。でも5番釣れば5番釣るわ。これ分からんのだったらマジで人狼殺やめた方がいいぐらいのプレイヤー。あ、俺時間があったら？で、あなたが残っても、5番さ、絶対間違えるから白狼って黒い人なんだよ。そもそも5番来て4番狼で追ってるんでしょ？だから4番釣ったらええやん。で、しかも1級道路に見てて、で、一番釣れん流、何ですか？あのさ、これ、大丈夫ですか？なんだろう、4と9とか5番来る。あなたの、頭、花畑ですかね。マジで。9番視点は100ポイントって5番釣るって言ってんだから、9なローナだから1、3が今、俺のこと評価してますけど、8番さん大丈夫ですか？ 4 視点さ、9しかないだろ、もう。9、1、9、3、9、5、9、7って。2分1だとしても9、3か9、5、2分1になって 50% と 100% ローの9番いかないってダメだろ、もうこれよ。はい。あの、暴言はなしでいきましょうね。あの、8番さんがまあ5番さんに行きたいっていうその感情を汲み取れるんですけど、今日はあの、村のために4番さんに行ってほしいと思ってますね。飲んでほしいかなと思ってます。まあ、7番に関しては4番さんの芯を追うあたりが村っぽいなと思ったんですけど、別に4番さん側の発言をしておいて7番がわざわざ4番さんに対して新キャっていうのは何ていうのかな、なんかそういうことをする必要はないと思ってるんで、あのね、4番は、ね、ただ1番が言ってるように9番さんを釣って両方釣りをしたらいいんではないかっていう説、ね、もう死んだったら3つ目直した方がいい、誰か教えた方がいいね、もういろんなことをダメだししなきゃダメだね。もうね、その、でもさ、ね、どうして2白なの？感情的になったらろくなことないんですよ。感情的になったら、もう村同士で殴り合った場合って、もう、ほぼ村破滅するんで。4番って芯取ってたっけ？むしろ、そういうのやめてほしいなと思ってる。ぶったらかれてる立場だったはずなんで。落ち着いて精査してほしいかなと思ってます、ね。2番の方死んじゃねえ的な村の立場があって、どうして4番が陣外で2白打ってんだって話なんだよ。9番が5番でいいじゃんって言ってんだから、まあ、一応、まあ9193も視野に入れな発言的な人外ですね。真でやってるのってやばいですけど。どうせ俺らなんだろう、まあ、やっぱりもう村の民意が多分4番さんを釣りたいと思ってると思うんですよね。うん。8番さんは分からないです。8番さん5番さんに行きたいのかもしれないけど。いや、俺は5番行くよ。多分、
それ以外の村は多分4番に行きたいと思ってるから、八幡さんもそこは飲んでほしいかなと思って。かといって急に行けなくなっちゃったな。はい、今日4番で色を見ましょう。誰が突っ込んでくれ、もう4番にもう。誰が、5番は暴言だな。5番が悪いのは。4番の問題点は、100% 人外の9番釣らないで、どうして、正確に言えば 25% の5番とか3番行くの。4番視点 2V1 で絞っていたとしても 50% だよ。1番にローがあったらそもそも 0% だよ。もう止められないんだよ、もう。俺一人じゃ。終了しました。でも追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表して。4番がどうして西野なんだろう、聞きにかかってるのは。自分が死んだので。だからもう95は捨てて91か93で追ってるから、もうめんどくせえな。もう9193しか追ってないから、だからもう厳しい戦いになるんだよ。もう人狼に気をつけてください。釣られそうになったから5をしてんのかもしれないし、発言内容を加味すると、正しい人狼殺傷はおかしいよ。9番もね、芯取れる人にありがちなフルオープンしてほしいとかって発言。芯で言う人もいるけど、自信過剰な。ただ発言内容は1が伸びてる通りだから、3番が9つってもいいから、9番だったら3番なのかな。1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。あの偽2番偽2番は偽2番が偽ってのは分かった。おそらく9番も偽だろう。4番が真なんだろう。91か93、それで精査するしかない。6番、あのね、俺は端のプレーは嫌いなんだよ。セオリー守るべきなんだよ。まあ、らんけど、セオリーは。グレーだしの、あの、グレーズリ進行ないんだよ、3CO は。でもね、8番が騎士である以上、6番が意地を張るんじゃなくて、5番つった方がいいんだよ。そうしないと6番は守ってもらえないんだよ。そういうことを、仕方がないけど、5番に行ったよ。5番が1点だけ間違っている。悪狼は狼なんだよ。だから黒なんだよ。わかる？一般的な意味で辞書を作っちゃダメなんだよ。悪狼は黒。だから言ってることは俺は間違ってない。SG の村人ってのはどんなにおかしくても村なんだよ。悪狼ってどんなに素敵、素晴らしくても狼なんだよ。悪狼は黒。白じゃない。2番つって、おそらく、まあ、事実上の7黒出るでしょう。9番からも。なので、2番行って9番。そっからの精査、1、3、5。4番真ならば、9、8番のプレイヤーが発言します。もう7番白騎士で、もう今日5番釣ります。これもう騎士権限ね。これが圧倒的な考察力。まあ、大丈夫ですよ。9番さん新宿でも1番白出てるんやとしたら、2番ってグレーに黒出してるから、9番さん目線2番狼、多分7番白ですよね。2番7番狼を黒囲い4番限り、でも黒囲いする必要ないでしょ、ないでしょ。4番が出現してる中で。4番って2白見えてて、1、9、なんか9、1、2、3、色落ちなしみたいなやつでしょ。ほぼ出現でしょ。だから9番さん目線も5番詰めれるはずです。9番が5番詰められんって言ったら、9番に背負いします。そのさ、5番8番さ、5村なら曲げんだけど。9は、9が真であれば、ね、1番さん白でした。はい、あなたもう触れません、私。9番が真ならば5番を詰められる。7番さんも分かったでしょ。これ2号ローです。私、あなたと2番の黒囲い全く追ってないし、で、5番っていうのは逆精査だったら8番って7番が怪しくならないかっていう発言をしてる人物ですね。別に私って逆精査じゃないですよ。7番さんっていうのは自分が思ったいつもの発言をしてるだけですよね。だって村を残して狼を釣りたいでしょ。白狼釣りたいし、SG の村も残したいし、SG の狼は釣りたいでしょ。だから狼釣りたくて村残したい発言しかしてないでしょ。だから逆精査嫌いだって言ってるってことは、8番が7番って怪しむ必要全くないから、7番の黒追ってないんですよ。ただ1番さんがめちゃくちゃ私を偽に見てきたから、1番さん占いました。で、1番さん白でした。で、
もう私視点は7番ぐらいで置いたら5番しかないですか。じゃあ番やってみる。もう8番もう知らんからな。もう負けたらもう8番先輩だからな。もう7番さんは私視点で見てくださいね。あの4番のシーン追わないでください。4番っていうのは対抗のね、占い師が出てるのに占い審議しないで5、うん、現行はもう4審じゃねえんだよ。もう9審であってほしいから。じゃあ5行って2行こう。もう色出してないでしょ。だから、あなた2番から黒を出るって2番の字が確実に分かってるんだから、今日5番詰めて、2番明日詰めれますよね、7番さん。まあ、1番さんも、まあ言ってくれるかな。いいいい今日2番はどちらでもいいですけども、もう8番いるうちに5番落とした方がいいかなと思ってますよ。8番、ね、4番のシーン追ってなら5番つったら終わるけどな、うん。明日2番と私が戦うのもちょっときついのかなかなと思うけども、8番の騎士は別に精査間違ってないですね。はい、2番でも5番でもどっち？1番のプレイヤーが発言します。9番3視点さ、9番3視点、2番は仕事終わってるから2番つってくださいじゃないのかな。いや、わかりますよ。 PP 起きないから5、7詰めてもいい、詰めることを許すっていう気持ちはわかる。8番がもうグレー行こうぜって言ってるから、一角騎士が言ってるんやったら、それはわかるけど、でも9番からしたら、2番は仕事終わっとるから、それは良くないと思いますよ、8番さん。と思っ、カオスですね、なんか。すごくカオスですね。だから、何が言いたいかって、9番からしたら、8番の気持ちもわかるけど、でも、大義名分、があるじゃないですか、2番を釣るっていう。って思ったんだけどな。あれ、なんか1番が9番にちょっと暴言気味なこと言った？なんかあれですね。なんか言った ?1 番。サバさんが多かった。よう分からんけどさ、5と8のバトルとかさ、1級のバトルとか生まないでもう。収集つかないんだけど、普通に2番いかねえ ?2 番いったらいいじゃん。3番と手を取り合いたいなって、なんかカオスなので、一緒に頑張りましょうね、3番さん。って思ってますね。いや、私は安定思考だから、9つって、9視点のラスールを見つけてほしいなって思ってます。2番のプレイヤーが発言します。7番それ黒でした。7ギョンロールか7キロールか分からんけども、7番さん黒出てるからマジで釣ってくれ。だって7番さんってさ、まず犯す視点が。2級はもう偽やとか言ってるんやったら、じゃあ7番さん目線って4が真になるってことでしょ。4真を追うんやったら4番手にしろって言ってるから、あなた目線でじゃあ9が人狼になると思ってるから、そういうなんだろう。なんで9番の逆に真を7番目線ってなんか追えないのか全く分からんから。そういう面でも、ゴリゴリ2番釣りに行きたいっていう理由がわからん。4を真で追う理由もわからんし、4が2しろって言ってるにもかかわらず、9より2を釣りを押すっていう理由がわからんから、そもそも7番で言ってることおかしいから、マジで、この結果、納得いくはずやけどね、みんな目線。で、直近の1番で言っていたけど、多分これでも9、7ロールやったと思っていて、4、7というよりかは、9番さんが、対抗の2番よりかは、5番に行きたいっていうふうに言ってる。そもそもまず、知らないしやったらさ、2番の釣りをしてやろ。2番が、9番目線ってワンチャン強靭で、黒誤爆してるっていう可能性があるかもしれんから、まあ、味方かどうかわからんような。まあ、どうせなら相方が黒を打たれていようがいないかろうがわからんから、とりあえず、グレーの5番詰めて、っていう思考やね。9番の言ってることって。知らないしやったらまず2番釣るの普通やから。もうそれで5番5番って言ってる時点で9番のシーン終えますかって話ですけど。なら言ってください。必ず。3番のプレイヤーが発言します。はい。2日目お願いします。まあ今2番さんが言った通りで、7番さん視点で4番のシーンってないんですよ。4番って2しろだから、7番さん視点だと、4番が偽、4番が2に白ってるかね、4番の2の白ってのがなくなる。だって7番さん視点だったら2番が偽になるはずだから。で、そうなった時9番さんが真確定で、9番さんの占い先って1と3番だから、1、3が村、
ってなった時7番さんの戦う相手って5番なんですけど5番なんですけど俺ね、あの本気で4級狼7強人とか追ってたから、ここで6神発生するってことは、なんだっけ、占いは新強老、これは絶対間違いないと思ってる。だじゃないと8番さんが生き残ってた時って、あのヒトナはじゃなくてロラを完成される形勢、決め打ってもらえないと負ける可能性があるから、だからその新老老はなくなって新強老になると思ってるから、だからただ4番の新は発言から追ってない。そうなった時1番、むずいよね。2番さんが死んだったら、4番も偽だし、7番の黒結果を持って9番もいるってことでしょう。で4の芯切ってるからね。だから9番さんか2番さんのどちらかの芯で軸でしか話してないけど、まあとりあえず今日は仕事終わってる2番さん落としますよ、間違いなく。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。2日目よろしくお願いします。4番新切りしてて、現段階俺は2進に見えるよ。理由か、9番が5番から詰める理由がわからんから。だって9番って2番釣って、5番7番の色って普通に占ったわかるんじゃん。だから占い師能力持ってないからそんなこと言うんやなって思ってるし、マジで8番に関してはもうほんま言うことないわ。ほんま疲れた。あの1個だけじゃあ8番言っとくわ。あの自分が考察正しいとか思ってて、あの2番5番狼って変なラインつなげてきて、あつろあ別に釣ってもいいけど、負けた時に5番がおかしかったからお前が悪いとか、そういうこと言わんとってな。うん、名はあげるわ。じゃあ俺ほぼほぼ7番の狼硬いなって思ってるから、8番名はやろうか。あげるよ、俺に死んやと思ってるから。うん、あげるあげる。ご苦労なんやろ。じゃあ釣ったらええやん、釣ったらええやん。あのその代わりその次の日2番に縄かけて、仮に2番に縄かけた時に2番が死にましたとか、そんな時に、あ2番5番村だったやな、あでも5番が、初日殴ってきたから、うざかったからとか、やめてな。あの考察できんやつにそういうこと言われるのが一番うざいから。あ一番騎士、じゃあ8番詰めようや、8番詰めようや。8番の言ってる論分からんから。うん、2進やから 4が、人狼が強人で落ちてる世界線やから、2でいいよ。別に8つって9つってな、釣ろうや。あのさ何してんだろこの村ほんと。いいやん、8、9、あ8って村でやってんのこれ。まあいいんじゃない。俺は2番にしか言えないよ。全プレイその疑いにはどんな根拠が。2番いけよ。まあもう決め打ちみたいになってんだけど、つーがよ、1、8だったら2番偽だろもう確定で。2番行けよ、この村。何考えてんだ、全人外なんだろ ?2 番偽じゃん。何考えてんだ、この村よ。そうだよ。この正解にたどり着いた人だよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番だろ。どう考えても人外は。俺のローはないんだから、2番確定人外決定だろ、これで。ただ8と1。1番さん、でもね、9さんがあるよ。これどうすんのこれ、この収集自体。普通に考察してれば4番なんか死ないけど、やばいくらい死んないけど。ちゃんとしたらえる。普通に考えれば3、7、5番村 ?2、8? 考察をして。8、9? 言ってもらわないと。マジで何考えてんのこれ。1が騎士でしょこれ。何考えてんのってか、なんで1が6守ってねえんだったら逆に。まさかでも8番おったの。この人絶対みたいな。3でも5でも守っとけばもう。あんま意味ないからだるい。村人の人たち、ちゃんと精査してもらえますか。これ奈良キューロールっすよ、マジ。ああ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。要は9番が8白落としたら事実上2-5だろ。8番に投票してんだから2番に行けずに、パッと見普通に考えたら2番人外じゃん。パッと見は表面上は知らんよ。もうなんで2番の芯追ってんのっていう。夜が明けました。どこ守ってんの1番が。ほら1番騎士だろ。1名の方が亡くなりました。どこ守ってんの。1、3番のプレイヤーが発言します。はい、
いや、だ、ん？なんてよ、場面整理するね。3CO でしょ？ 4 番が、2番に、白結果。で、2番さんが、7番さんに、黒結果で、8番さんが騎士で居座っていて、1番さんが騎士で出てきて、1番さんがいなくなる。ってことは、8番さんが、まあ、何者かが分からなくなって、2番さんは言うんであれば、普通の目線で言うんであれば、昨日遺言で、どっちか村でしょっていうべきなのに、それを全く言えなかったのは、めっちゃおかしいなと思った。で、5番さんに関しても、様子がおかしいなと思ったのは、4番の芯を切るのは構わないんだけど、4番さんのあの発言から確かに芯は追えなくても、どんな盤面でも、やっぱ絶対に、村のルールを守って、2番が結果、仕事終わってんだから、とりあえず2番から釣るっていうのが普通のあれだと思ったんですよね。なのに、自分に縄を使っていいよっていう5番さんは、ちょっとおかしいなと思ったんだけれども、だけれども、2番が占いの破綻をしている場合って、4と2って偽だから、9番さんが死んで5番にしろってことは1番さんが強人ってことはないでしょ、さすがに。あの番目え9詰めて8、5番のプレイヤーが発言します。うん、俺も8つるわ。あの9つって8つるわ。あのこの4番9番2番の中で真はおると思ってるけど、うん、俺8番が人がやと思ってるわ。だって8番が俺に初日から釣り押す要素ってそもそも薄いと思ってるし、俺ってほぼ7番8番への1周目の精査ってほぼほぼ整合性取れてるから、7番が、村を、残して、白人街を釣りたいって言ったとしても、仮にそこが白人街であって白狼を釣るっていうのは、だからおかしな村人を残すってことでしょ。それって村の民意だったら絶対そこって釣り位置に持っていかれるから、白狼を釣るってほぼほぼ無理やと思ってる、発言精査の世界やったら。うん、で、8番が騎士じゃないんだろ。俺、8投票しかないな。うん、ラストウルフ、人外目がある8しかないと思ってるわ。うん、これ、感情とかじゃない。考察した上で。だって、8番がそもそも、5番を釣りをする意味って、騎士を持ってて、騎士権限で5番を釣るんでしょ？だった場合って、5番の考察動向じゃなく、5番が釣りたいからって言って、5番が白人外、白であってもっていう話になってるから、うん、ほぼほぼラストウルフは8番かなって思ってるかな。だから2進でもなくなるかなって思ってるわ。うん。まあ、9、8、4、8、どっちかじゃないかなって思ってるわ。うん。俺が4番のそもそも偽要素を拾っていて、8番って4番の新切りでいいよ、だから5番釣ろうっていう論って成り立たんと思ってるから、4番が次の日どこかに白黒打った場合って、ほぼほぼそこにも精査が入ると思っているから、うん、8番の考察って皆無なものだと思ってるから、最終日絶対入れさせてもらいますね。はい、以上です。七番のプレイヤーが発言します。いや、もう八でいいよ。記事じゃなかったんだから、もう責任取ってもらう、これは。さ、指示の札じゃなかった。こういうふうに試合をぶっ壊されて。だから三番と五番勝てばいいだろ。もういいんだよ。九番。二番は陣が、四番か九番。四番か九番に陣がいる。8釣って終わらなかったら4番が死んだった。4番が死んだったら言っとく。100% 人外の9番を釣る。それだ、その一言で十分だから、これから。5番、3番っていうのは 25%。うん。1番にローがあったら、今回なかったんだけど。0% だから。100% 人外の9番を押す。そういう風にやりなさい、これから。で、8番以上にゲームをぶっ壊した張本人の1番ってのは反省しろ。偽が出たら出ろって言ってんだろ。対抗が出て出れないっていうのは何を考えてるんだよ。1番は自分が生きるためにやってるんだよ。7番だったら出るよ。たとえ人外って村でやってるかもしれないが出るよ。他人がわからないからだよ。自分が噛まれても出なきゃいけない。守り先は6番一択、4番の色が大事だから、8番守ってるアーマーなんかマジで論外だよ。アーマーは守るな！守らなきゃいけないのは6番だっただろう。
もういいんだよ。3番、5番、勝てばいい。間違った自分だとしたら俺は8番釣る。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、じゃあ自動票します。9番のプレイヤーが発言します。1番さん釣ります。3、5、7は村ですね。はい、7番さんの今の発言も私は結構心に響いたので、1番さんがやっぱり出て欲しかったなと思ってる。無駄占いにもなってるしね。そして8番さん、なんであなたが本当の騎士だったとしたら1番を絶対守るべきですよ。村側の陣営だったらね。そしてまあ多分1番さんって8番さんを守ってるのかもしれないけども、6の色結果大事だったと思いますね。うん、私はそう思うわ。だから自分はどんな時でもフルオープンがいいって言ったんですよ。だから8番が出てきてくれたから5番を釣りたいっていう風に持っていきました。ただ5番に白が出てます。だからあなたも村です。3、5、7が村なので今日8釣ります。もうそれ以上言うことないと思いますね。7番さんに関してはいつものフレーズ言ってるし、もうその発言出てること自体で、もう7番さんは村でいいと思ってるよ。7番の黒も追ってないし、黒ごっこいも追ってないし、2ローの4強の8ローだと思います。占ってないけど、だから8。全プレイヤー、俺の刀、見なかった。もういいんだよ。1番が4番の色を見せてくれなかったんだ。4番を露骨に釣りたくなかった8番がもし言ってるなら48かもしれないし、28かもしれない。わかんない。1級3無9個もあるけど、もういいんだよ。今日もあるけど、もういいんだよ。8番をもう釣るしかないんだよ。これゲームをぶっ壊してんだから。投票が終了しました。終わらなかったら、もう通報レベルだから、もう荒らしたから。ゲーム終了。終盤進化。村人陣営の勝利です。ごめんなさい、皆さん。なんかね、